はい、始発でですね向かっております、これは、まず京都まで向かってですね、そしてそこから新幹線に乗り継いで東京に向かいます。はい、京都駅を歩いております。非常に不審な行動をとってます。はい、京都駅ですね。ここから新幹線に乗っていきます。はい、今、始発に乗ってですね京都駅まで来ました。新幹線乗り場ですけれども、これから東京に向かいたいと思います。はい、新幹線が到着しました。そして新幹線の中に乗り込みましたが、非常に挙動不審です。はい、やっと席について落ち着きました。出発しました。始発からだったんで何も食べてなかったので、サンドイッチを食べてみました。結構美味しかったですね。はい、のどかな風景です。山が雪が積もってすごく朝日が当たって綺麗でした。そして改札でですね引っかかっちゃいました。はい、では、東京に到着してですね、このまま首都下北沢に向かいました。会場到着です。はい、今日はオーディションに来てます。はい、上田さんです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ケビンさんです。はい、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。もう5年ぶり、ね、ぶりじゃなくて5年ぐらい前です。5年越しですね。越しですね。ちょっと後ろで、今日はよろしく。後ろでこうサイドチェーン、後ろで、後ろで。はい、じゃそのまま、あ、ちょっと、入った、入った。みんな各自に話を振っていきますんで。はい、小原さん、どうですか調子は。いやなんか言葉笑顔だけで、なんかネタがないと笑顔だけでごまかすのやめてください。よし、オリバーでごまかす。そうですね、後ろでサイドチェーンするのサイヤさん。さやさん、ビーレジェンドプロテイン最高っすな。この腹筋見てください。ありがとうございます。ビーレジェンド最高。ありがとうございます。試供品マイケル8パックの向こうが10パックですね。はい、マイケル。マイケルさん、ありがとうございます。ちょっとあのビーレジェンドのあの何プロテインのパックに書いたらモデルに似てます。この微妙な付け具合のがいいね。なるほど、なんかよく見るとそうですね。確かに。あの今度新しく出すゲーム僕使ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、翼くんとアンカくん、はい、でかい。もうすぐおっぱいからビーレジェンドのモニューが出そうです。ここまでビーレジェンド、ビーレジェンド、ビーレジェンド。それすごいね。あ、博士、博士、ビーレジェンド月6キロ飲んでます。マジ。はい、マジすげえな。あとは、あと上田さん、あ、山ちゃん、皆さん、はい、どうもよろしくお願いします。ありがとうございます。なんか特にないです。大丈夫。山ちゃんどうぞ。おります。一言お願いします。ビーレの飲みすぎちょっと気にしました。あ、ありがとうございます。ミュート WPI ください。 WPI ください。そういう人は WPI よ。お願いします。ありがとうございます。じゃあの奥の方にですね今日のオーディションメンバーが映っております。お、皆さん、はい、皆さん今日は頑張ってください。いいっす。みんなでかい。どうも、超新塾外国のお笑いです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごく応援してるんでみんな頑張ってくださいね。ありがとうございます。動画です。動画です。ずーっと俺はここにおるけど、その時はここにおる。
ケビンさんにニベアを塗る、はい、マスクにニベアもらってます。マスクと石井の図です。非常にシュールな絵です。メンバー推薦枠ケビン。ですね、僕からはですね、マッチョ29にこの人が入ったら面白いなっていう僕の知り合いの人を今日連れてきておりまして、その方は俳優です。俳優で自分で、映画を、作ったり監督や脚本とかやったりというようなちょっと多彩な方で、それでは、天才俳優江端さん、よろしくお願いします。マッチョマッチョビバマッチョ、僕の胸の中で愛に、商品のこういう商品で、まず一つはですね、まずね、さやまんにぜひ使ってもらいたいなっていう商品ですよね。さやまんに使ってほしいやつですよね。ね、で、あったりとかですね、ウコンかな、ウコンかな。そっちサプリ的な意味でウコン、こっちですか。オルニチン、お酒、お酒みたいな。あとはですね、やっぱりね、プロテインの皆様にもですね、ぜひ飲んでいただきたい B レジェンドとマッチョ29コラボのプロテインをですね、開発しております。そうですね、ぜひちょっとね、はい、マッチョ29風味を買ってもらえますか。何味みたいな、おいしいのみたいな。まあ、社長そこらはよくご相談させていただいてて、この場で社長にご相談しますが、4月5月ぐらいに春マチョリってなりたいなと思ってます。春マチョリ、春マチョリ、あら、いいですね。新春春マチョリね。まあ春マチョリっていうのをやりたいな。花見かな、花見。さあどうなるかな、これあれっすよね、社長勝手に作ってますよね。僕らもらってない僕ら知らないやつ、ね、これ教養に作ってきた1枚しかない。おそう、後ろ前か。あー、かっこいい。いいですね。純粋に欲しいってことですよ。マイケルさん、欲しいってことですよ。どうも、ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。はい、それでは帰りですが、品川から新幹線に乗りたいと思います。はい、乗り込みました。人が少なかったのでちょっと中に着ているB レジェンド T シャツをアピールしてみました。はい、で、帰りはですね、生姜焼きとメンチカツのですねゴールデン弁当で、食べながら帰りたいと思います。もう最近はあまり何も考えずに食べたいものを食べてます。こんな感じで、出張を締めたいと思います。ありがとうございました。広いよ、yeah.